お兄ちゃん、こんなところで何してるの？僕はね、あくまで家に帰りたいだけなんだけど、もう疲れちゃって困ってるんだよ。じゃあ僕が押していってあげるよ。本当かい？ありがとう。ありがとう。君は本当にいい子だね。そんなことないよ。あれ、チョコ持ってるの？あげないよ。こんな天気の日にこんなもん売れるわけないっつーの。あー、もう仕事やめてーなー。どうしたの？どこか行くの？僕はあくまで家に帰りたいだけなんです。へえ、大変だね。もしもし。すいません、売れてないです。はい、いや違うんです。今困ってる人がいてですね、すいません、ちょっと申し訳ないですけど、もう行かないと。すいません。はい。行こう。よし。俺も手伝うよ。一緒に押そう。よしよし。こっち、僕こっち。せーの。いいじゃん。大丈夫？うん、いい感じ。健康は食からですもんね。いや、私もいろいろとこだわってるんですけど、やっぱりご主人も無農薬にこだわってらっしゃるんですね。だから無農薬っていうのは簡単じゃないの。そうなのよ。ここまで来るまで本当に大変だったの。へえ、だから美味しいんですね。そうよ。あんたらどっから来たの？どこ行くの？僕はあくまで家に帰りたいだけなんです。なんか家が遠いってんで送ってあげようと思って。家ったってどこよ？この辺家なんてないよ。車で送ってってやろうか。やった。車は嫌だ、嫌だ、酔うから嫌だ。何わがまま言ってんの。だいたいあんたね、そんなもんばっか食べてるから体壊すのよ。あなたお医者さんですか？あ、私フードセラピストをやっております、牧藤と言います。私こういう自堕落な食事する人許せないんです。奇遇ですね。実はこう見えて僕もフード関係の仕事をしてるんです。だから食うな。まあ歩けん人から楽しみ奪ったらかわいそうやない。いらっしゃり。それより押していくの大変だろ。俺も手伝ってやるよ。そうね、そうしよう。で、あなたどうする？なんか私だけ悪者じゃないですか。わかりました、私も行きます。よし、行こう。ここやばい。あんたはこんなとこで何してんの？私の霊感が囁いているの。ここには何かまがまがしいものがいるわ。あんたたちこそ何を？僕はあくまで家に帰りたいだけなんです。やばい、こいつなんかやばい。
ここです、この中です。ここなの？やっと着いたよ。いやいや、ここが家っておかしいでしょ、やばいでしょ。お前おせえよ、いつまで待たせてんの。地獄の門もう閉まるぞ。ごめんごめん、こいつらが遅くてさ。お兄ちゃん歩けたの？お前騙したのか。だって歩きたくなかったんだもん。どういうことだ。ひどい、あんた家に帰りたかったんじゃなかったのかい。バカ、何度同じこと言わせんな。俺はあくまで家に帰りたいだけなんだよ。だから食うなって言ってんだろ。地獄に落ちろ、偏食野郎。